お疲れ様です。小森ミミズでございます。今日はアニマルカフェ&バーパライズさんにお邪魔してます。すごい、あ、なこういう、あ、へえ、こういうお店すごいですね。見てください、なんかこう、あ、ステッカーとかすごいですね。いろんな人の、あ、ステッカー、あ、これ聖なるバリア、ミラーフォースがここに貼られてるってことはきっとあれですね、多分すごい嫌な客とかそういうのを防止してるんですかね、バリアで。すごい個性的なお店ですね。はい、ここら辺は何ですかね、あ、なんかこれはもらったやつかな。これちょっと在庫じゃないと思いますね、これはきっと。植物もいっぱい売ってるんですかね。ね、あ、なるほど、こういう感じですね。まあ、入り口見ました、こんな感じですよね。というわけでね、まあ、入ってくるとこう、ここに、あ、これ席がある、ここでお茶を飲んだりとかするんですかね。そうですね、そうです、ここが席。あ、おメニューがありますね。料金システムとかが書いてある紙もありますね。あ、比較的安い。比較的安いです。すごい良心的な店かもしれない。あ、こうね、なんかカレーがあったりとか、あ、ガパオライスうまそうだね。ドリンクは何があるのかな。あ、ソフトドリンク一通りありますね。一通りあります。アルコールも飲めるんですね。一通りありますね。アルコールも一通りあります。あ、これなんかいい店な気がしますね。いい店ですわ、きっと。ちょっと、あ、かわいらしい。これは何ですか。あ、リチャードソン・ギリスっていう、かわいいね、これね。あ、きっとこれは今年の子供たちだろうね。すぐ勝手に開けたけど。あれ、勝手に開けましたけど、勝手に開けちゃダメですからね。気をつけてください。店長さんに許可をもらってますんで。あ、これゾリラ、あ、ゾリラですよ。絶対勝手に開けちゃダメですからね。ゾリラ、あー、アスクになってますけど、きっとこれはもう飼い主さん決まってますね。なので今はもう販売してませんという。あ、なんか本とかもいろいろあるのね。すごい、あ、レッツ&ゴーあったりとか、あ、グランダー武蔵もね、ドンピシャ世代、スーパービーダマン、まあ大好きだね、もうね。この辺もコロコロコミックゾーンね。あ、専門書もいっぱいあるね。これも、あれですよね、カフェ入ってきた人は見放題、知識蓄え放題ですわ。もう多分ね、絶版になってるとかいっぱいあるからね、きっとね。あ、サインは入ってるやつとかもあるね。これ有名なパンク町田さんにきっとサインを書いてもらっただろう。19年の4月19日見てください、この写りを。サイン書いたもらった本をこうやってやったら絶対ここに写りますから、皆さん気をつけてくださいね。絶対これダメ、こういうことはしちゃいけないね。すごい嬉しいサインが入ってたり、まあ、そういうね、まあ、サインが入ってる本とかもありますね。非常にいい本なんじゃないですか。アキラがあったりとかね。こっち側はね、ビックリマンね、ビックリマンと、まあ、ハイパーヨーヨーと、あとバンダイ版の、まあ、遊戯王カード。あ、これは店長の趣味だろうね。もう店長のコレクションが飾ってあるって感じなのかな。うん、あ、すごいね、これね、2000のね、大判のやつのところ全部揃ってますね。うわ、これはもう見応えが半端じゃないね。まあ上もね、おもちゃがずらーっと並んでます。これも店長さんの趣味でしょうね。これも店長さんが多分ずっと集めてたやつだろうね。うん、ビソーズ好きなんだろうね。トランスフォーマー大好きなんだろうね。ああ、もうここにほら、あ、やばいのあるね。これダイバー&ナイアガラベース、もうこれで手に入んないですから。もう本当に手に入らない、これもしかもダイバーがいるのが手に入んない。これもう非常に価値があるものですよ。生き物見せろってか。じゃあ、まあ生き物でも見せますか。オーデバネズミちゃんいますね。すごいこう丸々太っててね、しっかり飼われてるのが分かりますね、オーデバネズミ。まあ、日本でももう本当見れるところがね、
もう数箇所しかないですから、もうそもそも日本に生態数が全然いない、めちゃくちゃ珍しい、まあ裸デバネズミとか禁煙のね、あれの一番でかいやつとかね、まああれですか、主要なところで言うと、あ、なんだろう、あ、金華獣、あ、金華獣もいますね。金華獣、タマちゃん、あー、かわいい。まあアライグマ科の中でもね、あの特に飼いやすいんじゃないかな。性格面もあんまきつくないのと、なんだろうね、うん、まあ程よい大きさ、そしてこのマスコット感のある可愛さ、素晴らしい動物ですね。本当に私も大好き、金華獣。あ、ワニガメいますね。わあ、これは立派な個体だ。これ、ああ、これね、40センチはありますね。高長40センチぐらいのワニガメ。もう特定動物もね、あの他見れるところが少ないですから、こういうところで見れるっていうのはね、間近で見れますからね。今度ね、手かざしちゃって、ほら、はい、ということでね、まあ結構奥の方まであるのかなね。あ、カウンターがあって、はい、あ、ここら辺がアリゾーンだね。これズアカオオアリが入ってる。あ、かわいいね。これは何かな。あ、これはあれだね、イワガネグモだね。あ、これは店長が可愛がってるんだろうな。うん、ここら辺は絶対に開けちゃダメだね、見えづらいからといって。これは、お、あ、こんななんか覆われたケースが出てきた。これは、うわ、でっかいアリ、すごいでっかい、わ、わかる、うわ、でっかいアリ。これはね、きっとパラポネラだね。多分店長が最近買ったのかな。うん、いい金額出して買ったやつだね。まあこれ多分店長事務所に持って帰っちゃうんで、一人で多分 見たいだろうから、ここに置いとくのは多分今日で最後。わ、すごいセンスのあるこれ。あ、グラフィティ描く人がいるのかな、この店は。すごい、あ、ストーリーとか満載のね、グラフィティが店長の趣味だろうね。でね、あの奥の方に行きましたけども、可愛いのがいるわ。あら、何この可愛い生き物、マジでふわふわちゃんじゃん。ふわふわちゃんです、はじめまして。皆さんはじめまして、ふわふわちゃんでございます。カナダヤマアラシっていうね、あの動物ですね。ヤマアラシっていうのはね、よく動物園とかにいる動物だけど、あれはアフリカ大陸のインドタテガミヤマアラシとかなんですけど、カナダヤマアラシはね、また全然ね、生息域が違って、これは北米に住んでる樹上性のヤマアラシですね。だから木に登るのが得意。わ、まあそういう感じ。すごい、あ、こういう動物もいるんですね。これあれじゃない？この前出てたやつじゃない？顔見えてないですけど、あのアミメニシキヘビのね、パープルアルビの、多分3メーターちょっとぐらいかな。あの特定動物だって、もう絶対開けないでください。絶対開けちゃダメ。もうこれは本当犯罪ですか。はい、ということでね、あの店の奥の方にね、入ってきたんですけど、店の奥の方になるとね、大きな動物がいるということで、はい。大学の動画見た。大学の動画見た。大学の動画見て、あ、YouTuber ってこうやるんだって思ったの。ね。ということで、あの店の奥の方に入ってきましたんで、はい、あの大きな動物がいるってことで、ね、はい、こちら、ミントログのミンちゃんですよ。かわいいね。これね、あの白いのは、なんでこんな白いんですかね。これはインドネシア産だからですね。自問自答スタイルじゃないとできなくてさ。一人したいわけなんでね、今回は勘弁していただいて。すごい、あ、このビンちゃんはね、あの何歳ぐらいなんですかね。多分3、4歳、3、4歳でね、きっと2回ぐらい出産を経験して。あ、カンちゃん、カンちゃんも来ましたね。これ男の子のカンちゃんですね。カンちゃんは何歳ぐらいなんですかね。多分3、4歳ですね。あら、かわいいね。かわいい、かわいい。あらららら、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 かわいいね。かわいいですよ、ってほら。ほら。はい、ということで、ああ、すごい、ビントロングが、すごいですね。びっくりですね、こんなのがいるなんてね。
ビントロングとビンちゃんとカンちゃんにもバナナをあげられるということで、これはいいですね。恋愛できるんですかね。きっとできないですね。ふれあいサービスはやってないんでしょうね。そうですね。あのストレスとかがたまるからかね、あの変な人とかに触れさせたくないしね、って言ってました。はい。ということで、まあ戻ってきてね、なんか向こうにも個室があるんですか。あるんですよ。行きますか。向こうは何がいるんですかね。ああ、もう本当に個室ですわ、うん、机があってね、もうビップルームなのかな。そういうわけでもないですね。蛇とかがいるね。爬虫類部屋かな。ここら辺はきっとね、爬虫類部屋でまとめられてます。あ、これはあれじゃない、グレーモニターじゃない。非常に珍しいグレーモニターね、あのフィリピンのフルーツを食べるというオートカゲの仲間ですね。まあオートカゲの中でもフルーツを食べるのはこいつだけっていうね、珍しい種類。あ、珍しい。あ、トカゲとか、あ、そういうのも好きなんでしょうかね、店長さんはね。あ、これあれじゃない、ほら動画に出てたパパンパイソン、出てましたね、パパンパイソン。こういう顔して、こういう顔して戦うサムネ撮ってた人いましたね。大丈夫かな、コナちゃん。あ、すごい、コールダックがね出迎えてくれる。あー、なんて可愛い。あー、なるほど。あ、ヘビがいたりとか、そういう、あ、こういう感じなんだ、あー、すごい、なんかフィギュアとかも置いてあってね、でっかいフィギュアとかも置いてあって、きっとね店長さんの趣味でしょうね。ああ、なんかここら辺は何ですかね、虫かな、なんか虫のコーナーかもしれないね。はい、シロアリですよ。ああ、これ店長さんの趣味だろうね。これ売り盛りじゃないと思う。事務所にも多分ね5万とあるんだろうけど、あの人は好きだ、そういうのシロアリとか好きだからよ。まあいいわ。これはいいよ。さっきのでっかい哺乳類からね、こういうちっちゃい虫まで好きなんだろうね、店長さんはね。幅広く好きなんだろうね。すごいね、多趣味、多趣味だね、うん、あ、なるほどね。あ、こっちはねヤドクガエルですね。キヨビヤドクガエル入ってますね。あー、これレイアウトとかもね、きっと店長さんがやってるんだろうね。多彩だね、多彩。店長さんはきっと多彩だろうね。いろんなことができるんだろうね。まあここら辺、この辺でこれぐらいでいいから。あー、なんかすごい、あ、ここもいっぱいあったんじゃん。あー、すごいね。あ、これなんかね、よく見たら印刷じゃない、全部自分で書いてるんだね、これね。あー、すごい。ここら辺はね、きっと作ったこのお店オリジナルのステッカーだろうね、かっこいいやつ。あ、これが多分こうマスターでね書いたやつをね、こう製品化してね、これ陳情オフタって言うんだろうね。店長さんの趣味なんだよ、きっと。店長さんはセンスがいいね。ということで、アカウントに戻ってきましたけどね、他なんか見たいものあるかな。ただこれどころじゃないんだけどね、いっぱいいろんなところにいろんなものがねあったりとか、でっかいウィンゾリーがもうこれ。でっかいウィンゾリーがもうこれは家宝だろうね、これね。あ、標本、まあ、標本となんか童貞たちがいっぱいいるけど、標本もね、あ、これきっとね店長さんが買ってたやつだろうね。あー、多分ね、これ相当古いからね、きっとね店長さんがね中学生ぐらいの時に買ってたやつだね、全部これ相当古いね、多分思い出として残してるんだろうね。甲虫系もやってたんだね、あの人ね。四角な。バキドウ6個って。あー、すごい、資格なしだね、本当に。いろんな生き物が好きなんだね、きっと店長さんは。あ、すごい。大丈夫かな、この動画。心配になってきたんだけど。大丈夫かな。
さあ、なるほどね。あ、これがパライドっていう。これどこの、どこのお店なんですかね。あ、千葉県、我孫子市。あ、ヘビなところにあるね。我孫子っていうのは、あの、パッとしない街だね、きっとね。イメージだとね、もっとね、すごいチャラい店というかね。そういうイメージだったけどね。来てみたらね、あの、いろんなところに振り切れたやばい店だね。いい店じゃないですか、これは。というわけでね、店長さんいらっしゃいますんで、店長さんに登場していただいて、ちょっと一言もらって終わりにしようかなと思います。はい。お疲れ様です。あの、パライトの店長をやっております。小森美術と申します。あの、レッドブル2本飲んだらこうなりました。カフェインって2本飲むとこうなるんだね。俺なんか多分その寿命が多分3年ぐらい短くなったと思うんだけど。大丈夫かな、俺心配でしょうがないけど。ね、あの、まあいろんな生き物がいますよ。うちには。で、あの、生き物大好きなんでね。これからも生き物の魅力を発信していきたいと思います。高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。カフェ2本飲んでくれる。みんな気をつけろよ。